第4章、洋画の準備運動。洋画体操を行う前に、体を柔らかくして慣らすために、準備運動となる体操を行います。いずれも、関節を柔軟にする体操です。以下の図と説明文は、さほだつるじ先生、ばんばかすお先生、わ本ほる先生の3人の著書から引用させていただきました。一足指の開閉、左図。 両足を前に投げ出して座ります。まず息を吐きながら右足の指を折り曲げ次に息を吸いながら開きます左足も同様に行い交互に3回くらい行います2足のかぶととアキレス腱のストレッチ右図息を吐きながら右足の裏を床につくいに思い切り向こうに倒します次に息を吸いながら 右足のアキレス、腱を思い切り伸ばすように指先を手前に持ってきます交互に3回くらいこう言います。3背中のストレッチ左図右膝を立て膝にして手前に引きつけ息を吐きながら背中を丸め顎を胸につけるようにします次に息を吸いながら胸を大きく張って頭を後に反らした後、右足を ゆっくり前に伸ばします。左足も同様に3回くらいずつ行います4腰の持ち上げ右図足を前に伸ばして座り息を吐いて両手を後ろにつき首を少し前屈した位置から両足を揃えて腰を持ち上げ息を吸い後ろを見るように顎を突き出します3回くらい行います5体側部のストレッチ左図 足を前に伸ばして座った位置から両手を左腰の横に置いて息を吐きながら左後方に上半身をひねります戻る時に息を吸います同様に右側にも上半身をひねり3回くらいずつ行います6種子と手首の屈伸とひねり右図両手を前方に伸ばし指を十分に開いて呼吸に合わせて手首を 上下にゆっくり動かします。次いで、手首を左右にひねったり、外回りと内回りに回し、手首を柔らかくします。5から6回ずつ行います。七肩すくめと肩回し、右図。息を吸いながら両肩を持ち上げ、息を吐いて、ストンと肩を落とします。3回行います。次いで、後方から前方へ。 前方から後方へと肩を回します。それぞれ3回ずつ行います。8首の筋肉のストレッチ左図正座して両手を膝の上に置き首を前後左右にゆっくり倒します。ついで目で左右を見るようにして首を左右に回します。左回りと右回りに首をゆっくり回転させます。 それぞれ3回くらいずつ行います。